浜谷は、日本のプロレスラー。リバーサルジム、横浜グランドスラム所属。スーパークルーの後ろ身となる、レスリングドリーマーズに入門。2008年2月16日、東京、新木バファーストリングにおける、佐藤智也戦でデビュー。当時は本名。佐藤祐希や久保友情は年下だが先輩に当たる。プロ第3戦の6月7日の同大会では6人タッグながら、初めて、 メインイベントに抜擢。以降、勝ち星に恵まれぬ日々が続くが、同年10月11日、新規場にて行われたドリーム GP2008 トーナメントにて、プロ初勝利。この時の決め技は、オモプラッタであり、当時より、総合格闘技の下地が見え隠れしていた。2016年頃までの浜谷のマスクドリーマーズには、 最終工業である2013年9月21日まで在籍。一方で2012年の覆面マニアからは覆面レスラー浜谷として出場。ドリーマーズが解散後、プロレス活動は覆面での出場機会の方が大きくなる。ドリーマーズ解散後はフリー、リバーサルジム、横浜グランドスラム所属として活動。代表である 勝村修一郎の縁から2015年1月18日、月頭に出場。後にプロレスルールで運営される、シアタープロレス課長風月本体にもレギュラー、出場していた。ありがとうございます。